ピエトロ殿、大丈夫でござるか。ピエトロ大丈夫。
せはせぬ。お前は実の娘を焼き殺せるというのか。滅びよお前ら、サニアの体と共に。さらばだサニア。なぜですか？なぜ人間を好きになってはいけないのですか？どう、お父様、似合います？見て見て、父様、私も飛べるのよ。母様、愚かなり、ロウリュウシン。やったぞ、とうとうすべての石板を手に入れた。いざ、バルバランを復活せしめん。この死に損ないが。
失った心、私わからないの。いっぱいいっぱい考えたんだけど、私わからないの。これじゃまたギルダ姉さんに怒られちゃうね。お前は森の魔女失格だって。ほら見て、ピエトロにもらったペンダント、肌身離さずつけてるの。このペンダントをプレゼントしてもらったとき、とっても嬉しかった。私の一番の宝物。ねえ、似合うかな？もう、ちゃんと見てよ！ねえ！目を開けてってば！ピエトロ！ナルシア、ナルシア、ピエトロ、私はここよ。ほら、ここにいるわ。王様、ピエトロ殿、頑張って。ピエトロ、みんな待ってる。戻ってきて。ピエトロ、お願い。ござる。拙者、こんなに嬉しいことは生まれて初めてでござる。白木さん、どうしたの？ピエトロ、よかった。本当に。お母さん。ナルシア、おはよう、ピエトロ王子。おはよう、ナルシア。みんな、どうしたんだい？ピエトロ王子、よかった。本当に、よかった。ほんと、心配したんだから。もう、ピエトロのバカバカ。ああ、ジルバ、離してよ。ピエトロ、ああ。
諦めてはいけません。お母さん、あなたたちをマイラの体内に送ります。バルバランは実体のない力の集合体を、マイラが取り込んで実体化している今なら倒すことができるはずです。さあ、大切な人を守るために戦うのです、ピエトロ。一緒に帰るって約束したじゃないか。諦めちゃダメだ。ごめんね、ピエトロ。その泡で呼吸して上まで上がってね。マルシア、ダメだよ、そんなの嫌だ。最後までそばにいられて私幸せよ。ありがとうピエトロ。約束破っちゃってごめんね。